おはようございます、大西健太です。ですね、今日は、フロックメインで琵琶湖のフロックっていうのはこういうのやでっていうのを見したいなと思ってるんですけども、使い方は基本的にずっとこう連続にこうトゥイッチさせてずっとポップ音鳴らし続けるような感じですね。で、通時期も、今のこの時期もそうなんですけど、基本的にマットの上で操作するんで、キッカーフロックとかこういうドックウォークするタイプのフロックをですね、こう綺麗にドックウォークさせるのに一番大事なのは 1.5 ですね。 61.5 フロック最高ですわ。ちょっとスポーニング時期をずっと来てなかったんで、湖自体がどれぐらいこう回復が多いのかとか、あとまだこうフライとかあるのかよく分かんないんですけど、結構回復をメインにフロックでバンバン出していければなと思ってます。自分がやってる一番大事なことは、心がけてることは、キャストとアクション、その2つをこう完璧にこなしてやっていくのが自分の中では大事だと思ってます。亀山で言えばブッシュを打つ、岩盤を打つ、一番はダイビングフロック、ちょっとカップがついてて、浮き込みとかところでゴミを拾いやすいかなっていうのもあるんですけど、自分がやってるその本気食い、来た、やった。はい、おはようございます。ですね、今回、僕の大好きな土池を、舞台に、フロッグでね釣り歩いていこうかなと思います。今とりあえず岸が浅くて、で、そこでブレークになってるんですけど、そのブレークに絡んだ、こういうグラスの上を複合させて引いてきたら出たんですけど、でバイトがやっぱそこで集中してるから、ブレークにやっぱり絡んでる魚が多いっていうね。おっしゃ出たよ。おっしゃ。おら。あっ。正解。はい、今回紹介した2つのフロッグなんですけど、1つはね、この中空フロッグであるアイオビに関してなんですけど、基本的には、オーバーハングの下とか
綺麗でしょ。めっちゃヒレも全然切れないしね。こういう魚があえてもうドバンって食ってくることがね、あいチョコとかじゃなくてね、ちょんちょんボーンって食ってくる、そういうゲームがね大好きなんですよ僕は。そんなんがね、伝わればいいかなと。まあそれで皆さんにも、皆さんもやってもらえたらねいいかなって思います。超楽しかった。